さあ、はい、始まりましたサリーナチューブ。お久しぶりです、サリーさん。お久しぶりです。最近はどうでした？最近は、週一韓国語習いに行ってんだけど、もうだいぶハングル読めるようになって。ちなみにちょっとなんか自己紹介みたいなもしかしてできたりする？自己紹介はできないよ。できないよ読めるだけだからハングルが。簡単な挨拶は難しい。それ難しいか。簡単な挨拶、あにゃせよとか、なんかサリーサリーナーなしゃべないめになーぐらいじゃない？それは前からできた。できた。それは前から読めるようになったんすか？読めるようになった。読めるけど、まあ意味わかんないものもあるけど読めるようになった。というわけで、はい、韓国語勉強中のサリーさんです。はい、まあ、ちょっと交互期待ですね。うん、今日もファンの方から質問が飛んできてます。はい、何でしょう？ドシンプル質問。一番気持ちよかったエッチができた男性は？固まっちゃったちょっと踏み込んだ質問ですけど、はい、まあ、質問としては、うん、まあ最初ですね、今まで経験した男の中で、はい、男性の中で一番気持ちよかったエッチができた男性は、はい、どこでお会いしましたか？あー、どこで？まあ、AV ですかね。やっぱり AV なんですね、現場だ。はい、その方が気持ちよかった理由を何かあれば。テクニック、なんか具体的にありました？なんかやっぱ男優さんって場数を踏んでるから、あの数こなしてるじゃないですか。はい、っていうのもあって、なんか女性のやっぱり気持ちいいところを知ってるし、女性の扱いを知ってるからやっぱ気持ちいいですよ。例えばなんですけど、うん、その男性とのセックスを、はい、例えば家とか、うん、プライベートで思い出してすることはあるんですか？あー、大変さん思い出して、あー、する時もあるね。すごい大変さん、すごい神だよね。その方とは、はい、トータルで何回ぐらい？何回？何回だろうね。結構あってんじゃない？50はあってんじゃない？50? 多分結構や。いやでもさ、私のさ今までの年間を考えて500-600ね、作品が出てるとしたら多分50は合ってんじゃないって思わない？10回に1回はある？そんなに合ってないか。まあそれぐらい、うん、なるほど。で、めちゃめちゃ質問ここから変わります。急に、うん、急に急にです。はい、今のサリーナさんに理想の彼氏のタイプはどんな人ですか？難しいなこれ。難しいな、まあなんか僕もね、仕事の合間とかサリーさんと恋バナさせてもらったりする時もありますけどでもね、日々変わるものですからね、こういうの。難しいと思う、私と付き合う人。どうしてですか？大変だから私が。でもあんまりわがままじゃなくて。どうだろうね、でも通常から比べたらわがままだと思うよ。自分たちはわがままだなと思う瞬間ってありますか？なんだろうね、難しいねすごい A 出たね。めっちゃ考えた。なんかあるかな、わがままって思ったけど、まあ、わかんないんだけど、母親目線からして、あんたはわがままだって言われるから。あ、お母さんがね。そうそうそう。わがままなんだろうなって。最近あれですか、なんか好きな芸能人、ね、好きな芸能人、好きな芸能人ね。あ、いるんだよ。誰ですか？名前わかんないからさ。あのね、韓国ドラマでこの人見つけて、めっちゃ好きになっちゃった。いいじゃないですか、そういうの。パクミニョン。パクミニョン、めっちゃ可愛いよこれ。パクミニョン、女性ですか？あ、女性です。見て、ほら、えげつない美人です。やばいでしょ、この人の出る韓国ドラママジで面白い。ちょっとサリさん似てない？なんかちょっと似てない、髪長い時。本当？うん、マジ綺麗じゃない？マジ綺麗で、この人のね出る韓国ドラマ全部見ちゃう。向こうの女優さんって？そう、向こうの女優さん、すごい綺麗。ラボしたいな、 YouTube で。バリテルトリル、絶対無理やろ。ちょっとサリさん似てるな。絶対無理やろ。でもとんでもない顔小さいよ。キム秘書は一体なぜっていうドラマがあるんだけど、はい、これがすごい流行ってたのね。そのキム秘書なの、主人公だから。主人公？そうそうそう、主人公。あ、もうじゃあ向こうでも、向こうのドラマでも主役級を張るようなレベルの女優さん。そう、めっちゃ好き、今。ぜひお会いしたいですね。マジで会いたいかも。めっちゃ可愛い。ちょっとコラボまたお待ちしております。はい。ただ早いもんで、今日1本目の YouTube で。私が理想のさ、彼女のタイプに一切答えてないわ。ちょっと答える？理想言っとく？理想言っとくと、まあ、心が広くて、優しくて、
無条件で愛を 100% 注いでくれる人。素晴らしすぎるでしょ。教科書に出てくる。難しいじゃん。難しい。無条件に 100% は人を愛すって、もう犬とかさ親子とかじゃない限り家族とか、ね、無理じゃん。 100% の愛って、はい、しかも無条件で、はいはい、それぐらいの愛をくれる人がいる。そう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 。これで伝わりましたかね。はい、今日も最後まで見てくださりありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押してください。では次回の動画でアニョーン。